ジェームズ・ハーランジェームズ・ハーランはアメリカ合衆国の政治家。アンドリュー・ジョンソン政権で第8代アメリカ合衆国内務長官を務めた。1820年8月26日、ハーランはイリノイ州クラーク郡において誕生した。ハーランは1824年に家族と共にインディアナ州に移住した。ハーランは地元の公立学校で学び、父の農園業の手伝いをした。 ハーランは1841年まで教職を務めた後、あとインディアナ・アズベリー大学に入学し、法律を学んだ。ハーランは1845年に大学を卒業すると、アイオワ州アイオワシティに移った。ハーランはアイオワシティにおいてアイオワシティ大学を創設し、1846年から1847年まで学長を務めた。同大学はまもなく、 廃校となった。ハーランは1847年から1848年までアイオワ州の初代教育長を務めた。ハーランは法律を勉強し、1850年に弁護士として認可を受けるとアイオワシティにおいて弁護士業を開業した。ハーランは1850年にホイック島からアイオワ州知事への立候補を打診されたが、辞退した。 ハーランは1853年から1855年までウェズリアン大学の学長を務めた。1855年、ハーランは自由土地党から連邦上院議員に選任された。ハーランの着任は州の新任状の提出が遅れたため、1855年12月31日になされた。1857年1月、連邦上院は ハーランの選任手続きに不正があったとして、着任の無効を宣言した。ハーランは、共和党員として、改めて衆議会の信任を受け、再着任した。ハーランは、その後、連邦上院議員を1865年まで、務めた。ハーランは、連邦上院において、第37議会から第39議会まで、公有地委員会委員長を務めた。 南北戦争直前の1861年には、ワシントン DC で開催された南北平和会議にイリノイ州代表として参加し、差し迫った戦争を防ぐため尽力した。1865年5月、ハーランはアンドリュー・ジョンソン大統領から内務長官への就任要請を受けた。ハーランは、その依頼を受け、連邦上院議員を辞職して内務長官に就任した。 ハーランは内務省内部の腐敗を除去し、精錬な組織、クリーンハウスを構築することを掲げた。ハーランは事務官を務めていた詩人ウォルト・ホイットマンを、詩集、草の葉で、反道徳的な言及をしたとして解職した。1866年、ハーランは、ジョンソン大統領の保守的なレコンストラクション政策に不満を抱き、 ジョンソン大統領をこれ以上は政治的に支援できないとして内務長官を辞職した。1867年、ハーランは連邦上院議員に再任された。ハーランは1873年まで連邦下院議員を務めた。ハーランは連邦上院において第40議会にコロンビア特別区委員会委員長と教育委員会委員長を 第41議会から第42議会までインディアン委員会委員長を務めた。1899年10月5日、ハーランはアイオワ州ヘンリー軍のマウントプレザントで死去した。ハーランの遺体はマウントプレザント市内のフォレストホーム墓地に埋葬された。ジェームズ・ハーランの父親はアイルランドからの移民の子孫、サイラス・ハーラン、母親は同じくアイルランドからの移民の子孫、 メアリー・コンリーであった。1845年11月9日、ハーランはアイオワ州、グリーンキャッスルにおいて、アン・エリザ・ペックと結婚した。二人の間には、以下の子供が生まれた。メアリー・ユーニス・ハーラン、ロバート・トット・リンカーンと結婚、サイラス・ジェームズ・ハーラン、ウィリアム・アーロン・ハーラン・ジュリア、ジョセフィン・ハーラン。ありがとうございます。